ジャック・メディカはアメリカ合衆国の競泳選手である。彼は1936年に開催されたベルリンオリンピックで金メダル1個、銀メダル2個を獲得した。ワシントン大学の学生だったメディカは NCWA 主催の選手権で1934年から1936年の3年連続で220ヤード自由型、440ヤード自由型。 1500メートル自由形で優勝していた。AU 主催の屋外選手権では、1933年と1934年に440ヤード自由形と880ヤード自由形で優勝し、1934年に1マイル自由形でも優勝している。屋内選手権でも1935年と1936年に220ヤード自由形で、 優勝した実績を持っていた。彼はこの時期に様々な距離種目で世界記録を11回にわたって更新している。メディカは水泳選手として大学在学中にその全盛期を迎えた。当時の男子競泳界ではアメリカ合衆国と日本が派遣を争っていた。1932年ロサンゼルスオリンピックでは実施された6種目のうち日本選手が5個まで。 金メダルを獲得し、銀メダルと銅メダルを合わせるとその数は半数以上の11個となった。ロサンゼルスオリンピックで日本が唯一金メダルを獲得できなかった種目は400メートル自由型だった。メディカはこの種目を得意とし、前回金メダルを獲得したバスタークラブの後継者と目されていた。メディカは1934年の日本選手権に 招待されて、この種目で、日本の牧野の肖像や根上がり広志といったトップ選手を、尻避けて優勝し、1935年の日米、対抗戦でも、根上がりと、同タイムながらも、僅差で競り勝つなど、ベルリンオリンピックにおける、日本選手の強敵となって立ちふさがった。彼は1936年のベルリンオリンピックで、男子競泳400メートル自由型、1500メートル、 自由型800メートルリレーの3種目のアメリカ合衆国代表として出場することになった。最初の種目は男子800メートル自由型リレーで18の国から代表チームが出場して8月10日、8月11日の日程で実施された。メディカはラルフ・フラナガン、ジョン・マショーニス、ポール・ウルフの3名とチームを組んだ。 予選は3つの組に分けられて行われ、2組に出場したアメリカ合衆国代表チームは9分10秒4の記録で1位となって、翌日の決勝に進出した。決勝には予選各組上位2チームと記録上位の2チームの合わせて8チームが出場した。結果は日本代表チームが当時の世界記録を大幅に更新する8分51秒5で優勝した。 アメリカ合衆国代表チームは9分3秒0で続き銀メダルを獲得することになった。男子400メートル自由形ではメディカは1934年8月30日に4分38秒7という当時の世界記録を打ち立てていた。この種目には16の国から34人の選手が出場して8月10日、8月11日、8月12日という 日程で実施された。選手たちは6つの組に分けられて予選を競い、各組上位2名と予選敗退者の中の上位記録2名が準決勝に進むことになっていた。メディカは予選6組に出場して4分55秒9の記録で1位となって準決勝に進んだ。準決勝では2組で日本代表の牧野正造と 同タイムの4分48秒2で1位となって決勝に勝ち残った。決勝では当初メディカがリードしていたが100メートル過ぎで日本代表の宇藤俊平が逆転してそのまま300メートル付近までリードを奪っていた。しかしスタミナに勝るメディカは最後のターン後に凄まじい追い上げを見せ残り25メートル付近でウフジに並び 残り10メートルの地点で逆転した。結局は、当時のオリンピック記録を更新する4分44秒5の記録で1位となり、金メダル獲得を果たした。最後の種目となる男子1500メートル自由形には、10の国から21人の選手が出場して、8月13日、8月14日、8月15日の日程で実施された。選手たちは4つの組に分けられて、 予選を競い、各組上位3名と予選敗退者の中の上位記録2名が準決勝に進むことになっていた。メディカは予選2組に出場して日本代表の寺田昇と同記録の19分55秒5で1位となって準決勝に進んだ。準決勝では1組で19分42秒8の記録で1位となり決勝に勝ち残った。 決勝では19分34秒0と記録を伸ばしたものの19分13秒7で1位となった寺田には大きく差をつけられて銀メダルを獲得する結果となったベルリーオリンピックの後現役を退き第二次世界大戦中はアメリカ海軍のために水中でのサバイバル法を指導した後にコロンビア大学で水泳コーチを2年間務めた後 ペンシルベニア大学でも水泳のコーチとなり1976年までその地位にあった。1966年に国際水泳殿堂入りの栄誉を得た。その後、1985年にネバダ州カー村式で死去している。オリンピックアスリートーンインシアトル、ワシントン、ユナイテッドステーツ2012年4月7日閲覧。201.16800メートル。 4 0 2 3 3 6 0トル。a b c d h i、OK、c o k s p o r t s c o m メディカ、ジャックシースイミング、B オクト5、1914シアトル、WAR カイブ2012年4月30日ベイバックマシン2012年4月7日閲覧。AB ラージ、407ページ。abcd ジャックメディカ1966オーナー。 スイマー、インターナショナルスイミングホールオブフェームアーカイブ2010年11月24日、ウェイバックマシン国際水泳電動ウェブサイト、2012年4月7日、閲覧、804.67200メートル、1.609344キロメートル。ABCDE、ペンバイクロフィスジャックシーメディカアーカイブ2012年3月7日、 ウェイバックマシンペンシルベニア大学ウェブサイト2012年4月7日、閲覧。ワールドレコーズ面200メートルフリースイミング、ホールオブフェームアーカイブ2012年3月6日、ウェイバックマシン国際水泳電動ウェブサイト、2012年4月7日、閲覧。AB スイミングワールドレコーズ400、M フリースタイル、ロングコース2012年4月7日閲覧。沢木。 247から248ページ。澤木、247ページ。AB 澤木、256ページ。ジャパンスイム2012歴代日本選手権、獲得者男子400メートル自由型アーカイブ2012年4月14日、ウェイバックマシン2012年4月7日閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ4200メーターズフリースタイル。 リレーラウンドワン2 0 1 2年4月7日閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ4 2 0 0ズフリースタイルリレーフィナール2012年4月7日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ4 2 0 0ズフリースタイルリレーアーカイブド2008年12月7日、アットザウェイバックマシン、2012年4月7日閲覧。 スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ4 0 0ズフリースタイルラウンド12012年4月7日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ4 0 0ズフリースタイルセミファイナルズ2012年4月7日、閲覧。さわき、256から257ページ。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、 ゲームズ、メンズ4 0 0ズフリースタイルフィナール2012年4月7日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ4 0 0ズフリースタイル2012年4月7日、閲覧。ただし、予選の組み分けは4人から6人までまちまちな人数であった。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、 メンズ 1500m フリースタイルラウンド12012年4月7日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ 1500m フリースタイルセミファイナルズ2012年4月7日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ 1500m フリースタイルフィナール2012年4月7日、閲覧。 スイミングアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズ1 5 0 0ズフリースタイル2012年4月7日閲覧ありがとうございます